ご覧の皆さん、こんにちは、デミエンです。はい、ということで今日は10月21日なんですけど、アイズワンのファーストシングル12の発売日になりますので、早速こちらアイズワンジャパンオフィシャルショップから届きましたとウィズワン版の方を開封していきたいと思います。生写真が一発コンプなるか。はい、っていう感じで早速開封していきたいと思います。今回のこの CD なんですけど、いつもボックスに入ってるんですけど、このままこうテープで留まってと、こういう感じで、これサイン会のなんですけど、5枚セットで送られてきました。っていう感じで CD 開けていきたいと思います。まずはこちらウィズワン版の全員バージョンと、こちらが3人ずつのバージョンなんですけど、こちらがタイプ A、 こちらがタイプ B、 こちらがタイプ C、このタイプ D の4種類になります。こういう感じです。しかも開けてみたんですけど、全部あの CD に全員のあのプリントがされてあって、これがウィズワンの全員バージョンなんですけど、まず全員バージョンがこんな感じ。めっちゃ可愛くないですか？これと、次にタイプ A のこのバージョンの CD が開けるとこういう感じになってて、次タイプ B が開けると、これだけなんか文字が上にあるんですね。これもめっちゃ可愛い。と、次タイプ C が開けるとこういう感じで、 D がこれからこう。これやばいですよね。 CD を並べるだけでも可愛いんですよ。こういう感じで、なんか全員バージョンももちろん可愛いんですけど、このウィズワン版の、あ、ウィズワン版もすごい並べるだけで、ちょっと映らなくなっちゃいました。こういう感じで本当に可愛いです。ということで、今回のイベントに参加した分の生写真と12人分ソロが開封していきたいと思います。なぜかこの袋に入ってるのとそのまま入ってるものとがあって、ちょっとこれはなんでか謎なんですけど、今から見ていきたいと思います。まず1枚目じゃん。あ、なこちゃんです。なこちゃんがじゃん。あ、ゆりちゃんです。ゆりちゃん。次がじゃん。あ、おにょんちゃんです。おにょんちゃん。次が、あ、出た、おし。めっちゃかわいい。これうんぐちゃん。次が、あ、チェウォンちゃんです。かわいいな、これも。次がじゃん。あ、チェウォンちゃんです。待って、今のところかぶってない誰も。 1,2,3,4,5,6 人。続いてじゃん。あ、うんぐちゃんかぶった。うんぐちゃんです。続いてじゃん。だいぶ続いてがじゃん。あ、おばちゃんちゃんです。
教えて。じゃん。あ、ゆじんちゃんいないかな。あ、ゆじんちゃんです。やったゆじんちゃん。続いてが、じゃん。あ、みんじゅちゃん。みんじゅちゃんです。すげえ俺。続いて、じゃん。あ、間違えた2枚。あ、さくちゃんとゆなちゃん。え、待って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 。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 あと誰だ？あ、ひーちゃんだ。ひーちゃん、ひーちゃんが入ってれば一発でコンプになります。続いてじゃん。あ、ひーちゃんだ。ひーちゃん、あ、めっちゃかわいい。やば。で、そしてコンプです。やった。続いて残りが4枚なんですけど、いきます。じゃん。あ、うんみちゃん、ちょっと待って、推しが大渋滞。続いてがじゃん。あ、ゆじんちゃんです。続いてじゃん。あ、ゆなちゃん。最後の1枚がじゃん。あ、なこちゃんです。え、やばい、一発でコンプ。はい、ということで全員が並べると、画面に入りきれなかったんですけど、こんな感じになります。ひたすら可愛い。はい、ということでアイズワンの12開封していきました。いや、今回は推しのうんびちゃんがいっぱい出てきてくれたのと、中の CD もこの同じ柄になったのが本当に可愛くて、なんかもうこれちょっと飾りたいなっていう。今回のビーウェアのビジュアルが本当にもう神がかってるので、これはもう通常版も買い足したいと思います。あとは全員分一発でコンプリートできたのが本当に嬉しい。今週末にまたオンラインイベント参加するので、そちらのレポと、あとこれからポップアップストアに行ってきたいと思うので、ぜひぜひそちらの動画もご覧ください。以上、ドピースデピコでした。